常ぶりの人たちが多すぎる現実。あ、そこに何があると知る。銀翼のファームという新アニメのオープニングバディを歌わせていただきました。ありがとうございます。結構なあの皆様もうお揃いでしょうか。お揃いでしょうか。大丈夫でしょうか。元気か。みんな元気か。こんな感じの
のノリでなんかもうあのライブっていうか若干あのアットホームパーティーみたいな感じのライブとなっております。第120%ライブも6回目で本当に皆様のおかげで毎回やらせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ここでですねちょっと私一口水を飲みましてその後にちょっと皆様にあのちょっと気分を変えていただこうかなと思います。画面にパイに120%ライブが出てる。すみません、あのちょっとマイクを変えてくださいという指示が出ましたので、ちょっと一回似たマイクを置きましてですね。はい、ですね、じゃあここからちょっと先に曲名だけやめよう、言うのやめよう。ちょっと1曲目だけあのちょっとここ最近ですね、まあ、いろいろなちょっと、まあ、仕事とかの兼ね合いでですね演歌を歌うことがちょっと最近よくありまして、あの別にあの歌の仕事は全然してないんですけど歌の仕事はしてないんですけど、あの仕事先にあの私あのいわゆるワーキングプアなので、あの一生懸命働かないとお金がもらえないワーキングプアなので、ですねあのバイトを3つやってるんですよ。あ、すみません、本当そう、歌手じゃないんです、歌手関係ないんですね、本当に。その中のちょっと一つに、まあ、歌声喫茶的なところがありまして、毎晩というか、きっと私週1日金曜日の夜しか行ってないんですけど、おそらく毎晩来ているのはあの60を過ぎたおじいちゃんたちとかあ、まあまあ基本的にそういう年齢層のおじいちゃま方とか、あとおばさま方がメインになっておりましてですね、まあ、演歌を歌えと、やれ演歌を歌えと、まあ、そういう感じで演歌を歌う日々が演歌を週1回歌う日々が続いておりまして、で、まあ、せっかくなんでちょっと1回一曲演歌行かせていただこうかなと思って、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では、はい、あまり声聞いてください。わさび座は
昔は
です。明日は何の日ですか？日曜日、そうですね、日曜日の朝にやってる戦隊の番組。仮面ライダー。戦隊って言ったのに、ゴマスだよ。ゴマス、ゴマスまだなんで、ゴマスちょっと待って。あのね、プリキュアは戦隊だと認識しても私はいいんですけど、今回5人なんで、しかも。はい、あのですね、明日の朝、みんなの僕らの豪快ジャーが最終回を迎えるということでですね、私がって言われてるか分かんない。もう本当本当寂しいでしょ、みんな本当寂しいでしょ。そうですね。はいはい、ね、まだませんそれ、みんなで言うから価値があるのよ。バラバラに言っちゃダメだろ。はい、そんなわけでですね、次はもう豪快ジャーのオープニングを歌わせていただこうと思ってるんですけど、みんな、まあ、合間手とかもコーラとかも分かってると思うんで、あえて何も言いませんけど、よろしくお願いします。じゃあ、いくよ。Thank you.
あっち。ですね、ちょっと皆さんのだいぶこう燃焼された感じがするんですけど、ここでちょっと早くもですね、10分間休憩を取り出してください。早いんですが、だいぶ早いんですが、でもこの後がちょっと長いので、今のうちにお手洗い行ったりとか、ドリンクを頼んでみたりとか、そういうことをしといた方がいいと思います。私なんで今こうやってるかというと、すごい眩しいからです。はい、まあそんなわけでですね、今から10分間、45分ぐらいまで、今何て言うの、30分しかない。すごい頑張った、すごい頑張って巻いてちょっと失効しちゃった。じゃあ40分までちょっと1回休憩を挟ませていただきます。はい、じゃあみんな自由に自由時間ね、先生戻ってくるまで自由時間ね。ありがとうございます。